全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。8番モコモコグレイ、先頭を伺います。2番手1番インパストミュー、2番手代わって13番サクセスアイランド、後ろに6番モコガリレオ、15番マキルチョブル。各馬1コーナーを目指します。内から7番ハルキスティーリー、少し差が開いて16番ライトカラーズ、少し差が開いて12番ドナイユウィングス、17番ジェイパンツ、この辺りが中段、少し差が開いて14番サザンウエスト、そのうち11番ゴーノダイマジン。2コーナーを抜けて向こう正面、内から2番サンディキャノン、これを見るように外側4番スカイクイーン、1番人気10番グラスカミ、この位置。 1000m の通過タイムは1分0秒2。続きまして18番イオリナイト、そのうち9番ヒーズーガス、内から5番アメリカンシスター、3番ステルスラビリンス、やや離れて最後方。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずモコモコグレイ、後ろに13番サクセスアイランド、1番インパストミュー好位をキープ、1馬身相手15番マキルチョグル、6番モコガリレオ、18頭大ケヤキの向こうを駆け抜けます。外から7番ハルキスティーリー、それから16番ライトカラーズ、少し差が開いて12番ドナイユウィングス。長い府中の直線 500m に入ります。先頭はわずかにモコモコグレイ、若干リードはモコモコグレイ、400を切って先頭モコモコグレイ、その後サクセスアイランド、モコモコグレイ粘る、先頭はモコモコグレイ、 200m を通過した、逃げる逃げるモコモコグレイ、2番手インパストミュー差を詰める、ここで先頭が入れ替わる、インパストミュー押し切ってゴール、勝ったのはインパストミュー、鞍上は横山武史騎手、インパストミューブリーダーズカップを見事勝利しました。2着モコガリレオ、3着は混戦の模様です。